こんにちは、マセン6494です。今回は埼玉県飯能市にある飯能河原でマスクをせずにバーベキューをしているちょっと頭がアレな集団についてお話ししていきたいかなと思います。はい、ということで、ちょっと頭がアレな集団が飯能河原にめちゃくちゃいて、で、周辺の住民の方がマスクしないで集団でいて、コロナ集団感染したらどうすんのっていう苦情の電話があり、埼玉県で緊急事態宣言中はそこではキャンプしたりとか、そういったことをしてはいけないっていうことにしたみたいなんだけど、閉鎖したみたいなんだけど、何なんだろうね。やったらこうなるよっていうある程度の、思考回路ってないのかね。ちょっとあれ、頭が荒れな人は。多分、集団になると、いいんじゃねっていう、よくわからない、思考回路になり始めて、人様に迷惑をかけないような生き方というか、姿勢というか、そういったものを、見せていかないと、その姿を見た子供が、こういう生き方っていうか、やり方でいいんだって覚えて、どんどんとちょっと頭が荒れな、家系というか集団が増えていって、なんかどんどんダメになっていくなってはすごく思いますね。自己中というか、自己中まで至っていない頭が荒れな感じなんですね。ちょっといろいろと意見聞きたいなとすごい思いますね。この、ニュースというか、そういうものを、聞いたりしてみて、どういった感想が出てきたかっていうのを、コメント欄とかで教えていただけるとありがたいです。はい、ということで今回は埼玉県飯能市にある飯能河原でマスクをせずにバーベキューをしているちょっと頭がアレな集団についてお話ししてきました。それではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。